ジョアン・ウッドワードはアメリカ合衆国の女優。映画に限らず舞台やテレビでも活躍し、アカデミー賞、エミー賞を受賞した。ジョージア州出身。映画好きだった母親の影響で子供の頃から女優を志す。ティーンエイジャーの頃は多くの美人コンテストで優勝し、ルイジアナ州立大学で演技を学ぶ。卒業後にニューヨークに移り、アクターズスタジオなどで学ぶ。 ブロードウェイの舞台で活躍し、舞台、ピクニックなどで共演したポール・ニューマンと1957年に結婚し、3人の娘が生まれた。1957年のイブの3つの顔でアカデミー主演女優賞を受賞。1973年にはポール・ニューマン監督のマダラキン戦火に現れるガンマ戦の影響でカンヌ国際映画祭女優賞を受賞。同作には、 ニューマンとの娘であるネルポッツが娘役で出演している。舞台やテレビでも活躍している。これまでエミー賞とゴールデングローブ賞を3度受賞している。功績が称えられ、名前入りの星を歩道に刻むハリウッドウォークオブフェームに最初に認定された人物である。ありがとうございます。